高岡目線。今回のこのニュースにつきまして、まあ、トヨタという名前もう言わずと知れた世界的な大企業でありますが、この影響力というもの、これ消費者に対して、それからその自動車業界全体に対してあまりいい方向で力が使われなかったなということを検証してまいりたいと思いますが、写真に今出てきました、私は今触れましたランドクルーザー、それからむしろそうですね、街中ではこっちをよく見ますかね、ハイエース、本当にあのお仕事の車といえば、よくこれを使いますよね。これね、実は国内よりも世界で、やはりまあ同じように売ってるんですが、世界の国の方々にトヨタって何ですかと、そうすると我々の世代なんかだったらクラウンとかカローラとか日本で有名な車があるんですが、世界から見ると実はランドクルーザーとハイエースがザ・トヨタなんですね、ですからまあ今回のこのニュースの大変な衝撃があるわけですが、まずこのランドクルーザーの影響について見ていきましょう。ランドクルーザーっていうのはあの四輪駆動なもんですから、基本的にはどこでも、世界もそれこそロシアでもアフリカでも走れる、そしてどんな天気でも故障が少なくて走れるということな売りな車でございまして、実は日本で誰が買ってるかと、お得意様を見れば分かります。はい、こちらです。まず第一は警察です。警察はまあ今能登にも応援行ってますが、特に機動隊の車、これあのランドクルーザーの大体また新型が多いんですね、今回の対象車種も入っているそうでございます。それから高速道路走ってますと、この黄色と白の色に塗り分けられた、まあ、各高速道路会社の道路点検をするパトロールカーがあります。これもランドクルーザーが非常に多いです。というのは、今雪のシーズンですね、凍結を見る、大変あの危険な道路を走ります、それから地震があって道路の点検をする、まあ、そういった荒れ地を走る信頼性があるからランドクルーザー。そしてここです、世界でなんとランドクルーザーの 92% が170の国と地域で売られているということなんですね。さあ、世界で一番のランドクルーザーのお得意様は国を超えて国連です。もう世界中で、まあ、白い車に UN と書いてあると国連なんですが、あ、まあ、泥かぶってますけども、もうどこに行ってもランドクルーザーです。ですから、まあ、国連だけではなくて、まあ、国際的な人道援助団体 も大変なお得意様ということになります、うん、さあそして、先ほど名前が出てきたもう一つのハイエース、これもあのテレビご覧の皆さん本当に街中でよく見ます、まあ、平たく言えば救急車に多いですね、ということもあります。でこのハイエースとランドクルーザーはある意味名誉なことですが、しかし、まあ、メーカーとしては嬉しくない。あの1年間で盗まれる車のランキングのどちらもトップ3に入ります。で、大体外国に転売されるということがありまして、私あのアフガニスタンで乗ったランドクルーザーは何はトヨタというステッカー貼ってありましたので、あれ多分大阪で盗まれたんですね、まあ、そういうような人気車種なんですけれども、さあトヨタ自動車というのは我々は車と思ってますけれども、やはりねもう今自分の会社だけじゃないんですね、自動車業界全体に、トヨタのグループ企業が何か起こすと影響がございます。それが今の自動車業界こうなってます、トヨタ本体も、車の自動車があり、そして、まあ、データを不正に、まあ、作ったと言われている、自動織機、ダイハツ、日野自動車、これは、まあ、要するにグループ企業そのものに入ってます。で、この中からトヨタの今申し上げた有名な車の部品を提供しているので、まあ、全体の影響ももちろんありますが、大体トヨタはあの4年連続世界1位です。1000万台を超えてます売り上げがね、ところがですね、ここの、まあ、グループ企業が作ったエンジンだとか、あるいは車の重要な部品を、まあ、共同開発したり、あるいはもうこちらで作ってるんですけども、売るときにはマツダとかスバルとか違うメーカーのお名前になってるというのもですね、自動車業界も頻繁にやってるわけですね。そうするといやトヨタの話だから私は違うメーカーだから関係ないよねと思ってるとですね、いや実はディーラーさんに行って聞いたら、あごめんなさい、あのお宅の車のハンドルのここのところはトヨタから買ってましてみたいな話になるんです。で、今回の背景ですが、はい、こちらをご覧いただきます。あのやっぱり続きました、あの2022年から本当にもう2年ほどの間にですね、
日野自動車というのはトラックで大変有名なところ、ここもデータの不正でした。大体みんなデータの不正なんですね。でダイハツがあって、そして今回のエンジンのデータの不正です。昨日の第三者委員会の説明はですね、本当にちょっと我々素人の車を買う人間からはよくわからないんですが、性能試験のカーブがかっこよくなるようにと、だからどれが何の売り上げになるんでしょうかと思うようなことなんですけども、それが動機だということを言っておりました。そしてダイハツのこの不正を追及した第三者委員会はですね、とにかく、まあ、親会社でしょうね、トヨタグループの意向としては短い期間でどんどん新しいモデルを出していくので、もうそれに応えることが先で、やっぱりその安全のデータということが後回しになった。そして、昨日、まあ、記者会見をした今回の、まあ、エンジンをデータ不正をしたというトヨタ自動織機ですが、トヨタ自動車とのコミュニケーション不足という言い方をしました。要するにお互い言いたいことを言ってたのか言えてないのかというようなところが根本の、だから人間関係に問題がありますとでも取れるような言い方をしました。さあここで気になるのが、今日の豊田章男会長、トヨタ自動車、この方の会見で出てきたお客様という言葉です。で豊田さんは当然、我々最終的に車を買う人たちのことをお客様と言っておられるんですが、さっきのこのトヨタグループ全体の構図を見ていただくとですね、実はこういう言い方を、まあ、第三者委員会なんかも指摘をしているんですけど、お客様、これねトヨタグループの会社にとってのお客様って最後運転する人買う人じゃなくて、納入する先のトヨタ自動車がお客様なの、そうすると親会社であってお得意様の要求には応えないといけない、でこれそういう厳しい風土なんですかね。外国から見ればトヨタイコール全日本企業の品質みたいにも受け取られると思います、昨日トヨタのトップ佐藤社長、現場という言葉を大変使いました。彼は現場の車作りのエンジニアから社長になった人だから、やっぱりその思いがあるんだと思うんですね。でもっとその現場の人たちからですね、まあ、いろんな意見が言ってくれていたら、言ってくれる環境であったらこんなことはということを言葉の端々ににじませていたんですが、しかしながらやはりこれまで不正を起こしたようなグループ企業の人たちの現場は、いやいやとても言えませんと、トヨタから来られている経営陣に対してというようなこともある。この人間の空気を変えるのはとても大変です。最後に今日のトヨダです、正確に申し上げれば、あとトヨタが会社ですが、ご本人の名字はトヨダになりますが、豊田会長の、まあ、ご本人の思いが詰まった言葉なんでしょう。一人一人が誰かを思ってありがとうと言える、まあ、これからのことでしょうね。未来に必要なトヨタを作るんだと、今日、まあ、トヨタの原点の地というのが愛知県にあるんですけれども、そこの場所でそういうふうに、まあ、お名前の通りご自分の祖先が作った会社ですから、その人たちに誓ったんだということだと思います。でこれが世界からどう受け取られるか、まあ、先ほど私トヨタが日本の全メーカーの品質と取られるよという話をしましたが、やはり創業者の一族らしい言葉だと思います。つまりトヨタ、メーカー名トヨタという名前でご自分が全責任を取るということも明言をされました。これが今日以降世界の車を買われる方、そして世界の株式マーケットにどう評価されるのかというところが大変注目です、はい、ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。